はい、こんにちは、美容師の野です。今回はヘアカッターを使って髪の長さを変えずにレイヤーを入れていくセルフカットのやり方について解説していきます。レイヤーというのは髪の表面の毛先を短くして動きと軽さを出すことでもあります。表面の長さが長いヘアスタイル、ボブのようなスタイルだとセルフカットでも比較的やりやすくはなってますが、表面の長さが短ければ短くなるほど持ち上げて切らないといけないです。つまり難易度は高くなってきます。ですので慎重にゆっくりとやっていってください。では今から始めていきます。ではまず横の髪からカットしていきます。ブロックを取っておいてください。ヘアカッターでレイヤーを入れるときも髪を濡らした状態でやっていってください。乾いた髪を切っていくのはできなくはないですが、切りにくさもありますし、ダメージしてしまうということも出てきますので、濡らした状態でやっていってください。ではこの状態からレイヤーを入れていくと、どうやってやるかというと、まず真横に引っ張ってください。で、持ち上げる高さ1は床と平行ぐらいなように、この表面の髪がね、そのぐらいに上げてください。こうしていくと下の毛は落ちてきてしまいますが、これは無視しといて構いません。こんな感じでやっていってください。これで毛先を 1,2 センチカットする、これがヘアカッターでレイヤーをつけるやり方となっています。じゃあまずこれで 1,2 センチヘアカッターでカットしていきます。こんな感じでカットしていくとレイヤーがついた形になります。ここで注意点をお伝えすると、ヘアカッターでレイヤーを入れる、こういう風に床と平行のように持ち上げてカットするやり方と、ハサミで同じようにやるやり方では、このヘアカッターの方がよりレイヤーがつきやすくなってます。なので床と平行よりも上に上げないでください。なるべく床と平行かやや低めで毛先をカットしていく、そういう形でやっていく方が失敗しにくいですので、持ち上げる位置、引っ張る位置というのをしっかりと確認してカットしていってください。ちなみにですが、顔に向かって引っ張ってレイヤーを入れるやり方もありますが、そうしてしまうと顔周りは非常にレイヤーが多くつきます。後ろに向かうにつれてレイヤーが少なくなるので重さも出てきます。こういうスタイルが好きな方であれば、やや顔に向かって引っ張ってカットしていくということも問題ないです。そんな感じでやっていってください。ではね、反対の横も同じようにレイヤー入れていきます。真横に引っ張ります。床と平行ぐらいになるように持ち上げます。そうすると下の毛は落ちるので、これはね、無視しといて構いません。で、1,2 センチカットします。そうすると同じようなレイヤーがついてきます。左右は本当持ち上げる位置と持ち上げる角度同じにしていってください。横に関しては見えますのでやりやすさはありますが、後ろは見えにくいですので、かなり難易度が上がっていきます。では後ろをやっていきます。後ろというのは横に比べて範囲が広くなっています。そして見えにくさもありますので、ゆっくりゆっくりやっていってください。あと後ろは丸みというのが横よりもきつくなってますので、頭の丸みに合わせながらレイヤーを入れていかないといけないです。ということで今から後ろをやっていきます。まず最初に襟の中央、真後ろに向かって、そして床と平行のように持ち上げてください。こういう感じでまず引っ張っていきます。この状態で毛先を 1,2 センチカットします。この中央あたりのレイヤーは今つくことにはなりました。それで今度若干ずれていきます。同じように床と平行で、この頭皮から直角になるように持ち上げます。そして持ち上げつつ 1,2 センチカットしていきます。そんな感じで徐々にずれながらレイヤーを入れていきます。少しずつずれて毛先をカットしていく、少しずつずれて
毛先をカットしていく。そういうふうにやっていくと頭の丸みに合う自然なレイヤーがねついてきますので、そんな感じでやっていってください。とにかく後ろは難しいですね。もう一回ちょっとやっていきます。最初に後ろの襟中央に向かって引っ張っていきます。そして毛先を 1,2 センチカットしていきます。変わらないのは床と平行というのも変わらないです。引っ張る位置が頭の丸みに沿っていってるっていう形になってます。横に関しては頭の丸みの影響がそこまでないですので、いっぺんに持つことはできましたが、後ろは結構急なね丸みが出てますので、そんな感じにやらないといけないですので、ぜひねレイヤーを入れるやり方としてはこういう形をやってみてください。全体的なおさらいをしていくと、横に関しては真横に引っ張って床と平行で毛先 1,2 センチカットしていってください。横に関してはね、見えやすいですので左右は比較的合わせやすくなってきます。持ち上げる位置と引っ張る位置は同じにしていってください。特に床と平行なのか、それともちょっと下なのか、あまりね、上に上げすぎないようにやっていってください。後ろに入ると、後ろに関してはまず真後ろに引っ張って毛先をカットする。床と平行でやっていく。ここから頭の丸みに合わせて少しずつずれながらやっていってください。この時も床と平行というのはね、全部合わせてやっていってください。そうじゃないとレイヤーのつき方が変わってきてしまいますので、誤差がかなり出て失敗の原因にはなってきますので、そこら辺はね、注意してやっていってください。ということで、レイヤーというのはヘアカッターでもできなくはないですが、難易度が高いヘアスタイルでもあります。ですのでやるときは慎重にやっていってください。それと 1,2 センチ以上切ってしまうとどんと短くなる可能性があるので、少しずつですよ、ほんと少しずつ、とりあえずまず1センチから、慣れてきたら2センチぐらいみたいな感じで少しずつやっていってください。はい、ということで今回はヘアカッターを使って長さを変えずにレイヤーをつけていくセルフカットのやり方について解説していきました。ハサミでやるレイヤースタイルとこのヘアカッターを使ってやるスタイル、ともに難易度はかなり高いです。ですのでヘアカッターを使う場合にも慎重にねやっていってください。ハサミとこのヘアカッター、どちらかといえばこのヘアカッターの方がレイヤーは簡単につきやすくなってますので、ちょっとした誤差が大きな誤差につながる可能性があります。常に少しずつゆっくりとやっていってください。ということで皆さん、またお会いしましょう。バイバイ。